はい、どうもゴン入れです。なんか秋田の方でブラウントラウトの駆除を実施っていうなんかニュースが目に入ったんで、いやもうトラウト系はね、やっぱね、何でも食うし繁殖力もそれなりにあるしきついよね。多分これに対して文句言う釣り人はおるだろうな、いっぱいおるだろうな。ねえ、これはほんと実際さ、なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな。まあ、ブラウンはね、やっぱしょ、なんて言えばいいのかね。本当は捕獲してさ、県外にね、おろせたらいいんだけどさ、ね。ね、なんか、カントリーにでもおろせたらいいんだけどさ。いやー、でもそういうわけにもいかんからね。駆除と捕獲は全然難易度が違うからさ。ここら辺はだってもうその時の、なんかね、一見そのね、表面上だけ見れば魚を殺して、ね、かわいそうみたいなね、ことを言うけどさ、ほら、熊とかと一緒よ。ね、熊とかを駆除するのはかわいそうだ、イノシシを駆除するのはかわいそうだとか言うけどさ、ね、実際この、ここで言うところの、人間、まあ、いわゆるその在来種、とか、あっち系がね、もう、なんて言うんだろう。全部滅んでしまうからさ、実は書いてあるけどさ、ここにも。在来種はほとんどない状態と語っているそうですって。これはちょっと微妙かもしれんけど。ここら辺はね、もうなんか管理しとるんやったら、ネイティブだったら、もう誰も管理しとらんネイティブだったら好きに勝手にせん、すればって話なんだけど、やっぱ漁協の人たちが管理しとるっていう場所だったら、まあそれはもう漁協の人の決定に従う、賛同する必要はないと思うけど従う必要はあるから、いやー大変だよねこんなのって。きっと水産資源やっぱね、逃がす釣り人もクソみたいな釣り人とかいっぱいおるしさ、ね、ネイティブでわざわざネイティブに話しに来るやつだって絶対おるしさ、まあ、場所によってはさ、観光資源のために、あえてニジマスを放流するみたいなさ、安いし繁殖力高いし数も増えるし、みさ、ね、釣りに来る人たちからしたらさ、ね、観光資源になり得るからさ、すごいいいとは思うけど、だから本当にこれよ、適切な管理が必要な外来種っていうので、ネイティブなんて適切な管理ができるわけないんだから、ね。まあ、本当の意味で言えば適切な管理が必要なのは人間なんだけどさ。ね。自然にとっては適切な管理が必要な外来種って人間のことなんやけどさ。ね。もうクソジジイなんかさ。無理やねんか管理なんて。だから魚側にね、迷惑をかけるしかないよね、と思う。多分その秋田だけじゃなくて、なんて言えばいいんだろう。全国的にこんなことって多いんだろうな。いやー、ブラウンか。あんまりなんか食べても美味しくないっていう印象もあるな。管理釣り場のブラウンとかですら、あまりなんか美味しい印象がない。普通のニジマスとかの方がまだ。ブラウンはなんか独特の臭みがあるやら。もともと何だったっけ？何と何を交配したやつなんだっけ？ブラウンって。ニジマスと、シートラウト。茶マス。どこの派生これって。銀鮭とかそっち系がなんか変わるんかようわからんけど、人工的な繁殖、ウオジラミなんてのがおるんだ。へえ、アメマス。日本への移入は1892年にカワマスの卵に混ざったものとされている。ほう。台風による養殖場からの逸失。はい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 。遊漁目的の個人あるいは業者が主体となって放流している。へえ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 。まあ在来の鮭との交配だよね。交雑による遺伝子汚染。はいはいはい、ね、よくイワナセンターとかでやってるようなああいう掛け合わせみたいなことをね、ネイティブ側でやるわけやからね。
へぇ。北海道千歳川では、80年代に放流され自然繁殖しているが、在来種であるアメマスを上流に追いやり生息域を拡大している。サクラマスの、サクラマスの子供も食べられとるんか。かわいそうに。ヤツメウナギの捕食が確認されている。日本ザリガニも食べる。だからもう雑食というか、食欲は旺盛なんだろうね。大してでかくもならんくせに。それはまあ駆除もされるよ。こういう時ってどうやって駆除するんかね。電気なんて流せるわけないしさ。なんかこういう環境問題って多分これからどんどん出てくると思うよ。こういうネットの時代だし、今までは黙ってやられとったのが表面化してね。いやー難しいもんだねここら辺って。なんだろう、ニジマスが外来種だからね、そもそもが。なんか今でほらポピュラーなさ、ね、エリアトラウトとかさ、ネイティブトラウトなんていうくらいだからさ、ね、ポピュラーな釣りになってはおるけど、ね、魚種か、ポピュラーな魚種にはなっとるけど、でも外来種であることは間違いないから大変だよね。なんかこのスプーンなんやろ大きな口で在来種を捕食してしまう。彼らは特に鮭やマスの卵や稚魚を活発に捕食することが知られており、サクラマスが持ってかれるのはきついよな。大して餌にもならんクソ野郎が。はい、まあなんかね、なんだろう、ここら辺はまだまだテクノロジーが追いついとらんからね、人間まで管理するって話には言っとらんけどさ、もう個人的にはなんかネイティブでも釣りでもさ、人間の管理は必要だと思う。長く釣りをするんだったらね、自分たちが生きとる時代だけ楽しめりゃいいっていうさ、そういう考えだったら、いいと思うけど、別にその好き勝手やればいいと思うけど、じゃあ長い目を見た時にっていうね。だって在来種が死んでしまったら、それこそあれやねんか、こいつらも死んでいくわけだからさね。そして誰もいなくなったってなるわけやねんか。そうなるよね、そりゃ当たり前だけど、なんかどうだろう、多分釣りやる前はこんなのはなんかね、人間がいることも自然みたいなさね、自然をそのまま大切にしようって言っとるけど、もう人間がそのね入るっていうことも自然の摂理としてね、捉えられることが多いからさ、それに対してなんかほっとけばいいのにって思ったけど、実際これで釣りに触れるとさ、なかなか思うとこがあるよね。まあこういうのに文句言うやつはおらんと思うけど、なんでしょうね、なんかいい感じに活用できたらいいんだけどね。全国こういうことあるだろうな、これから。はい、そんな感じで、なんか、自分ところの、ね、よく行く釣り場の生態系関係も調べてみると面白いかもしれませんよ。はい、そんな感じで、以上、こまみれでした。